探偵はもう、死んでいる。は、ニコ十0による日本のライトノベル。略称は、単模子。イラストは、海坊主が担当している。第15回 MF 文庫 J ライトノベル新人賞。最優秀賞を受賞。MF 文庫 J より2019年11月25日から、刊行されている。作者のニコは、大事なものを失った。 主人公が問題を抱えたヒロインの依頼と向き合う中で新しい自分を見つけていくことをテーマとし、一方で基本的には明るく楽しい会話劇になるよう心がけている。2021年8月時点でシリーズ累計発行部数は70万部を突破している。2020年3月にはラノベズ記書店員大賞2020文庫部門大賞を受賞した。 このライトノベルがすごい。2021では本作が文庫部門で第4位、新作部門で第3位にランクインした。メディアミックスとして麦子によるコミカライズ版が月刊コミックアライブにて2020年7月号より連載され、さらに同志2021年3月号よりポニによる原作2巻のコミカライズ探偵はもう死んでいる。 ザロストメモリーマイナスが連載されている。また2021年7月から9月までテレビアニメが放送された。始まりは4年前、君塚君彦は地上1万メートルの空の上でハイジャック事件に遭遇する。その飛行機の中で君塚は謎の探偵、シエスタと出会い、その助手になる。それから3年間、二人は世界中を旅しながら秘密組織、 スペースとの戦いの日々を過ごす。そして3年後、君塚はシエスタと死に別れる。シエスタの死からさらに1年後、君塚の前に夏なぎなぎさが現れ、人探しを依頼する。依頼の内容は、移植された自分の心臓は誰のものかというものだった。そして、君塚君彦は移植された心臓の前の持ち主は、シエスタだったことを突き止める。 恋の甲は、突起がない限りテレビアニメ版の担当声優。世界の危機を防ぐべく存在する12人の人物。これまでに、名探偵、暗殺者、吸血鬼、巫女、怪盗などが存在している。宇宙から飛来した植物の種である、原初の種から生まれた生物の組織。原初の種の複製体である、人造人間のカメレオンやケルベロス。 人間が一部だけ適合したコウモリのような半人造人間などがいる。作者の二語が趣味である散歩中に思いついたお客様の中に探偵はいらっしゃいませんかという一文から作品の構想を広げていった。本作の前に応募した工房の中で最終候補まで残った作品への面白いけどライトノベルっぽさが足りないという選評を受けて本作では ライトノベルらしい要素を詰め込んでいった。ドアンゴのスマートフォン及び PC 向けのオーディオブックサービス、l y s t e n g o b y d w e n g o j p にてアニメにも出演した君塚君彦と宮下咲の朗読で2021年8月26日から順次オーディオブック化されている。2021年1月20日にテレビアニメ化が発表され、 同年7月から9月まで ATX 他にて放送された。初回は1時間スペシャルとして放送された。第3話にはバーチャルユーチューバーの白上、ふぶきと夏色祭りが本人役で出演した。君塚君彦役の長井慎とシエスタ役の宮下、さきによるウェブラジオ、探偵と助手の探模試ラジオが2021年7月10日から10月2日まで、 音泉にて、各週土ように配信。ありがとうございます。